はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の関数シリーズ第45弾やっていきましょう、えー、かなりボリュームがある5問ですねありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします それではいつも通りね画面下げますのでお待ちください。行くよ。4っつって。実はですね、ああ。あのこういう授業動画って自分日中明るい時間しか撮影しないって一応決めているんですけど今これ撮ってるのがね夜の今10時半ぐらいなんですよね。でこれ何でかってちょっと事情があってちょっと,ちょっと言っていいですか これ日中撮ったんですよこの動画。で5 n g ぐらい出して5回 NG ぐらい出したのね。で1本大体20分ぐらい喋ってからの NG なんでも100分ぐらいなわけですよ。でどうしても同じ日まあ明日でもよかったんですけどその日のうちに撮りたくって悔しくってであの子供を寝かしつけた後にもね夜撮影しております。 あこれが投稿されてるっていうことはねあー OK だったんだっていうことなんでみんなも是非ね説明聞いてもらえたらと思うんですけどえこの問題まずちょっと特徴的なのがあの問題文が短いんですよね関数にしてはかなり情報がシンプルでまあ書いてありますけど y x-1 1x とと3 32の本直線があるとでえ、まあ、いつも言うように直線の式が書いてあるので切片は書き込んでいきましょう。例えばこっち 3分の 1x プラス3なので y 軸とぶつかってる切片ここの座標が0の3ですねこの3の数字を使ってで同じようにこっちはマイナス1なのでここの部分まあ実際使わないんですけど今回はここは0のマイナス1っていうことがわかりますで一番がこの a のここねの x 座標を求めなさいとで a は x 軸の上に乗っているので y 座標は0ですよねこれも決定してると。であとは a がさこの y x マイナス1の直線の上に乗っているのでこいつに代入することができる。y のとこに0をね。だから y に0を代入すると 0=x マイあ <laughs> 詰まったマイナス1なんで解くと x=1。つまり x 座標が1ですよってことが分かったで今回の、えー、答えるものは x 座標を求めなさいなんでこれが答えですちょっともうちょっと答えっぽく大きくしておきましょう x イコール1これが答えねすごく細かいことですけどあ A を求めるんだつって座標1の0って書いたらバスだからね座標 A を書きなさいだったらこれなんだけど A の x 座標をって言ってるからこっちだけです すごい細かいけどこんなところでミスしたらもったいないからさ、まあ、気をつけてください割と受験本番とかねそういううっかりミスやり,あのやりがち特に緊張してたりとかちょっと浮き足立ってる感じ感情がふわふわしてる感じになってる時そういうミスが起きやすいので、まあ、ちょっとなんかふわふわしてるなと思ったら深呼吸とかして落ち着いてください深呼吸ってすごい効果できたから受験本番の時にねで2番 P の座標ですねこここれはもう直線の交点 交点を求めたかったら連立方程式ですつまりこいつとこいつを連立していく y イコール3分の 1x プラス3と y イコール x マイナス1ですねでこのまんま連立いける方はこのままいっても構わないんですけどまあ、分数やだなっていう方もいると思うので上の式を3かけます全体にねかけると 3y イコール x プラス9と でこれ x がね揃っているので下の式はそのまま持ってきます。で両辺引きましょう。そうすると、えー、2y=10 イコール10になるので y が5です。あ出てきた。でこの y=5 イコール5をこちらは簡単ですね。分数ない方が簡単なので下の式ここに5を代入してとくと x=6 イコール6となるので求めたかった p のこれ座標ね。p の座標は6の5。 これが分かります書き込んでおきましょう情報はね更新していく6の5ですねで3番線分 AB です今回配置上に詰めてんなって感じるかもしれないですけど5番がめちゃくちゃ番書取るんですよ、まあ、4番も取るんですけどなので <laughs> 詰めてる必死に詰めてる今ねで AB ですで AB どこかっていうとここですね ちょっと思います。曲がりすぎださすがにね。こっちから書くかここです。で、前のまえと受験対策の関数シリーズ見てくださっている方だと関数のまっすぐ縦とかまっすぐ横の長さっていうのはその座標のね。y 座標を引いたりとか x 座標を引いたりとかすることですぐ求められます。でも斜めです。今回斜め ab は。 さあ斜めはどうするかっていうと斜めの長さを出したい時は三平方の定理を使ってください本当はポイント書きたいんですけどごめんね書くスペースないんで今回口でごめんよ斜めを出したかったら三平方の定理ですどこ使うかっていうとちょっと取り出しますね OBA 三角形 OAB ここですこの三角形を使うんですだって直角なってるからね で今求めたいのがこの ab のところ X って置いときましょうであとは a o と bo の長さが分かればいいと分かるかなって考えると a と b 座標出てるからね OK だよっていうすぐ出すことができます1の0っていうのは原点から1いってるってことだよねつまりこの長さは1ですここ同じくここは0の3ってなってる原点から3離れてるって意味なのでここの長さは3ですちっちゃくてごめんなさい なので、えー、三平方の定理を使って、斜辺の2乗イコール2乗足す2乗です。2乗足す2乗ね。で、これを丁寧にやりましょうか。x2 乗イコール10。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがくっつきます。ただし、マイナス。今、長さにマイナスはありえないですよね。だからマイナスの方はもう除外してしまって、ルート10が残ります。これが答え。 これが AB ね。AB の長さです。さあ、えー、ここまではですね、えっと、どんなレベルをね、どれぐルの高校を目指しているかも必ず復習しておきましょう。ここまでは解けてほしい。3番までは。で、ここからです、本番は。難易度がね、どんどん上がっていくんですが、次、証明です。で、何を証明するかっていうと、三角形 ABP、こいつね、この三角形のここが、 直角になっている90度であることを証明したいまあ穴埋め形式ですけどねで先に方針を言いますこれをえまあ穴埋めになっているかよってもあるんだけどこれをね90度っていうことを証明するには何使うかって三平方の定理の逆を使います三平方の定理の逆ですつまり今直角三角形だったらこういう風うに三平方の定理を使うことができましたよねそうじゃなくって例えばここは斜辺あるでしょ ここの2乗イコール、この2乗足すこの2乗。つまり、これが成り立ってるんだったら、こいつは直角になってる。つまり直角三角形ですよねっていうふうに持ってきたいの。で、それを調べたい。だから、穴埋めのところに、その BP の長さと AP の長さが穴埋めになってる。それを出せってね。で、それを出していきます。BP。そして、えっと、PA か。つまり PA だね。 これを出しに行きますで同じですさっきと BP も PA も斜めですよねこのグラフの中では殴られたこのね関数の中では斜めになってるだから無理やり三平方の定理を使いにいきます無理やり使いにいくで例えば BP ここはどう出すかっていうと直角三角形を作っちゃえばいいで作り方は2パターンあるんですけどまあ基本的にはこっちのが楽かなとこういうふうにちょっと待って手でねかぶっちゃうんだ こうやって直角三角三こ,こにね水線を下ろしてきて無理やり直角三角形を作っちゃうんですじゃあここ y って置いときましょうかちょっと y 長さねさっきと同じようにこの横の長さと縦の長さが分かればいいじゃないですかでもう座標がいっぱい出てるからそれうまく使っていくで特に今回はこの p が活躍するんですが p6 の5って出しましたそれは6の5ですよね 6の5つまりここ6じゃないですかこの部分で5っていうのはこここここまででがなんすよに書いておこうかここ5ねこっからここまでが5それを3を引いてあげれば上の青の部分残りますよねつまり5を引く3をしてこの長さは2なんですだからもうあれで長さは2つ出てきているので3平方の定理を使っていくと斜辺の2乗イコール えー、プラスで40になるんで2乗外せばイコール =√40√40 っていうのは 2√10 に直すことができるのでここは 2√10 になります BP はねさあ次 PA ですで PA はここ <laughs> おいおいおいさすがに納得いかねえちょっとごめかぶるよ。 あんまり変わんねん。まあいいか。垂線下ろしていきます。そうすると。ここに直角三角形ができますよね。だから同じようにやっていきます。ちょっと X. Y. 使ってしまったので、ここ Z. にしておきましょうか。Z. ね。で、さっきと同じようにいきましょう。ここ六の五です。六の五。ここは五ですよね。上に上がってるから。で、六は全部で六です。原点からここまでが六です。 でそっかかかららら A ののを引引いいいてあげればくこ長さはでですで三平方の定理使っていたらまあ次一応使うかここもね使うと斜辺の2乗イコール5525プラス5525つまり50になるからルート50ですねルート50っていうのは5 2ですこれで2個出ましたでちなみに今三平,方三平方の定理計算使いましたけどこの三角形これ三角定規の 直角角二等辺三角形ですよね4 5度4 5度9 0度になってるだから1対1対ルート2が使えるのでこれのルート2倍して5ルート2って出してもいいです、まあ、そっちの方が早いですけどね気づけばそっち使いましょうでです最初に言ったように今 Z と Y 出ましたよねこの三角形が直角三角形の三平方の定理の逆を使いたいだから調べに行きますつまり今言いたたかったのは それで言うと、z、の2乗これ斜辺ね z の2乗がえーとここ元々、x、って置いてたから、x、にとろうか x の2乗プラス y の2乗になっててほしいなっていう話なの調べましょう z の2乗は50です今ねで x の2乗は10ですねプラス y の2乗は40だから 50=50 50にちゃんとなってるなってる ってるからあ、OK、この三角形は直角三角形でここを斜辺に置いてたのでこの部分が90度っていうことが証明されましただから穴埋めの部分三角形 ABP においてこれがこの関係が成り立っているからってことが言いたいだからあれを書きますただし、えー、Z と X と Y っていうのは自分がね今勝手に置いたやつなのでもちろん使えませんちゃんとね え英語の方でやっていきましょうで Z は Pa か Pa の2乗イコールまあここね右辺は順番どっちでもいいです AB の2乗プラス PB か BP か BP の2乗これが成り立っているこれ一応3番書いておきましょうか3番ねというこれが答えになりますちょっとね5番のために消させてくださいあと答えこれがね答えって分かりやすいんでこの方が。 よいしょ。こういう風になります。いいかな。さ、あ五番です。五番ね、えー。話がガラッと変わります。円を使うんですけど、まずですね、A、B、P、その三点を通る円を書きたいと書きましょう。ちょっと黒でいきますね。これもなかなかさ、ちょっと癖が。 こんな感じですかねになっておりますで円を描いた時にえっ、ー、と X 軸と交わる A じゃない点を C で今ねちょっとここのさっき下ろした6の部分にぴったりかぶせたんですけど実はここがねさっき下ろしたところが C になるんですまずこの第一段階ねここが気づけるかどうかっていうのがまず一個大事になりますまあ,あとあのなんでそうなるかは後で話します でその時に「個 AC」で点 P を含まない「個 AC」なのごめん「AC」なんでこの下の部分も「個 AC」だし上の長いのも「個 AC」なのねただし「P」を含まない方と言ってるのでこっちです今これと「原 AC」ってこれねここで俺最初この問題解いた時にさどう思ったかってああこの面積出すのかはいはいはいって思ったらまさかの回すんだよね この,立体あこの図形をこの y x ス1を軸として回転させた時の回転体の立体を出せとおおド S やなと思うよねこれねなかなかえぐいと思う、まあ、やり方分かってしまえばそこまで大変じゃないんだけどあもう一歩先までやらせるのねみたいな感じでは思いましたねでまあさっきあの解き方の方に行くとまずさっき言ったようにここですね気づけるかどうか 気づけなきゃいけないポイントがここが C にそのねまっすぐ下ろしたところが C になるっていうことだからこうの6の0かこの部分になるっていうことと今 AP ってあるじゃないですかここにこの AP がその円の直径になってるっていうこれが気づけるかどうかこれが大きい今回でなんでまず AP からいきましょうなんで AP が直径になるかっていうと 三角形 ABP。ま、さっきやりましたよね。こいつら A と B と P で接してるんで、円に内接してます。中にくっついてます。で、円に、中にくっついてる。内接してる三角形で、一つの角度が90度になってる時は、一本直径ですよね。これ決定です。円周角の定義のところで習います。ここが90度になってるから、この AP は絶対直径なの、はい。直径決定になります。で、もう一個。 ここ C にありましたね。ACP あるじゃないですか。ACP もここ90度なんですよ。直径一辺使ってて、ここ90度ってことは絶対ここ接してるんだよね。円に内接してるの。このこっち側と同じ条件ですね。だからその円を通った時のこの部分がまっすぐ下ろしたここと一致する。さっき解いた時に使ったやつね。ってなります。いいかな。さあ、ここまでまず終わりましたと。 でこの先ですね次は AP の中心、まあ、円の中心ですねを考えていく、まあ、AP の中って半径の部分考えたいんですけどじゃあこの辺にこう置いときましょう中心ですでここでですね P と C の方に1本引いてきます引いてくるその時にここが垂直になります垂直になるはいここですねここまた1個ポイントになるんですけど えっと、今ですね、ここが半径なので、長さが同じです。こことここ。半径が同じになる。で、えー、っとえ。ちょっと待って。えー、どこだ。えー、あ、ちょっと待って、どうした。あ、オッケー、ごめん、また。<laughs> 今止まった。あ、よかった。あのね。ここの長さが五じゃないですか。ここの長さ五ですよね。 こことここの長さは一緒なのでさっきやったこの三角形 ACP っていうのが直角二等辺三角形だったんですよで直角二等辺三角形から中点に向かって一回書こうか、まあ、直角じゃなくてもいいんだけどね二等辺三角形からここね同じから中点に向かって下の部分の中点に向かって線を引いた時ここ絶対直角になります。まあ、イメージつきやすいと思う 屋根が同じ長さになってるところ下のちょうど真ん中に行ったら真っ二つに切れるイメージない絶対なるんだよねこうだから9 0 °になってるこうやってでこれにここまで気づければかなりこう近づいてきてて今から回転させるんですよこの斜めのやつで斜めの回転なんてもうわけわからんってなるやん今まで中1で回転体をずっと習ってるんですけど回転体って軸まっすぐなってっからいつも斜めじゃねっつーのだからまっすぐに問題を変えていきます 今あいつ斜めになってるんでまっすぐちょっとしますよこの線をね無理やりまっすぐに持ってきますこうやってねでこいつを回転させたいんですけどもちろんこんな赤の中に浮いてるとこからいきなり考えられませんじゃあどうするってなった時にここですちょっと塗っちゃいますねここを使いますこれ4分の1円になってるんですよね円の4分の1つまり こういう、これ今ちょっと、よいしょっていうイメージでいて。4分の1円があって、今赤で塗ったところは、ここになってます。さあ、これの回転体を考えるんです。で、これは多分中1の時に難しいワークとか言ってた方はね、やってるはず。この問題。で、どうやるかっていうと、まず、黒を回します。全体。この、 黒をくくくくるくるるくる回す何ができるってこれで半円ができますう半球ができます球の半分ですまあヘルメットみたいなくるくる回すとこっちにもさこういうふうにできるからヘルメットができる半球がねで半球からこの青の部分青は単純に三角形 直角三角形を回してるだけなのでくるくるって回してるのでできるのは円錐でですよねができるつまり黒のの半球引く青の円錐をすれば赤,の部分が残ります赤をいきなりダイレクトには出せないので2段階で踏むの。さあじゃあ半球とか円錐とか出すために必要な情報は何かっていうともうここっす。 半径ですそしてまあ高さも必要なんですけど今もともとが円でやってるのでこの長さ一緒なんだよね両方ともね両方半径だからさだからここの長ささえ分かっちゃえば勝負ありなの今こ,のこれで言うとここねこの丸のところどっちでもいいですさあいくつだっていうねでこれはえー、と直角です二等辺ですだからさっきやった三角定規と一緒なんだよね1対1対ルート2が使えます1対1対ルート2しかも ここの長さは5って分かってるのでまあどうしようまた、X、使っていいここね。X、対5い、X、対でですすイコール1対2ですそうするとまあ外外でルート 2x イコール5になるので両辺ルート2で割るとあ全くもって入ってるねちょっと右に寄せるわ。やるとルート2分の5有利化します。上とと下に2をかけると 2分のルートとなりますこの長さ、ね、だからここ2分の5 2なんだわここも、まあ、ちなみに1対1対ルート2なんでルート2分の1すればいいじゃんって分かってる人はそれでいいからね今一応比例式置いてやりましたけどさあ行こう <laughs> さあ行くぞでちょっとここからなんでねこ計算長くなるから消しますよちょっと方針だけは今口で伝えたので。 じゃままず半球からいきますでここでちょっと地味なあれですけど球ってさそんなに登場頻度高くないから割と忘れられるんだよね公式さあ球の体積いきますよ3分の 4πr3 乗です r は半径ね3分の 4πr3 乗なのでえー、っと いいかちょっと待って半球黒でいきます半球の方は3分の 4π でしょかける R3 乗 R これね2分の 5√2 の3乗ですちょっとこのままいきます3乗もちろん計算しても構わないんですけどでかける半球9の半分にしなきゃいけないから2分の1をかけてくださいこうですね なのでちょっとまとめておくと2と4だけ約分して3分の2 π かける2分の5ルート2の3乗です。まあ、これ計算しとってもいいんですけどちょっと後の後でこのがあの残した方が楽かなと自分が思って残しました。で次です青の方塩水いきましょう塩水は底面積。 かかけけるる高さかける3分の1ですね底面積は円です円だからね円は半径かける半径かける π なので半径が2分の5ルート2ですよねの2乗です半径かける半径かける π これが底面積円の面積かける高さがまた同じねで同じものなので3乗にまとめちゃいます同じものかけるからで高さもかけましたで忘れずに3分の1 円錐だからね円柱だったらこれかけなくていいけどでこれもちょっと書く順番わざとこう書いておきます分のの乗とでさっきも言ったようにこの黒から青を引きますで,黒から青を引くでここでなんですけどえっ、ー、と一応書こうか3分の2 π る2分の5ルート2の3乗 引く3分のパイかけるでねこういうさ2分の5ルート2の3乗みたいなややこしが出てきた時ってあとで計算工夫できることが結構多いんですよだからちょっと残したんですけどで今回この式さここが共通ですよね。あこれあれもし分かんなかったら普通に計算してもらって構わないです3乗してもらって構わないんですけど共通なのでくくり出しますこれを。 共通なんでくくり出しちゃうって二分の五、えー、ルート二の三乗をくくり出して残ったこいつらを後ろのカッコに詰め込みます三分の二パイマイナス三分の一パイってまあパイも出しちゃってよかったねこれねまあいいわそうするとカッコの中身が三分の一パイになるんですよねここがこうやってつまりこの三、まあ、この三乗は計算したきゃいけないんだけど結局いけないんだけどこいつかける三分の一パイになるので さこの3乗を2回使った計算をわざわざしなくていい通分とかもしなくていいからまあ楽かなみたいなね、まあ、一応分かんないどっちが楽だったか分からんけどで2分の5ルート2の3乗をやっていくと2分の5の3乗が8分の125でルート2を3乗すると、えー、2ルート2になるのでここ約分されて4分のになりますそれに3分の 1π をか,か,、えっと、かけるから12分の 125えー、とルートこれが答えにになななりますやっほい <laughs> 長えな本当になあのー、正直ねボリュームからすると受験対策でこの板書1個に収まるボリュームではなかったのでどっか削ろうかなとも思ったんですけど個人的にすごく。 えー、いい問題というかいろんな知識というか発見がある問題かなと思ったのでぜひねいろんな受験生がこれ解いてもらえると嬉しいなと思って今回ね採用させていただきました、まあ、ちょっとボリュームあるんでね全部、えー、マスターしなきゃいけないのか、えー、と3番までなのか4番までなのかそれはね個々にみんなによって違うとは思うんですけど、えー、自分に適する場所まで,であのどんな受験生も3番までは必ず復習してほしい個人的にはねおっちゃんの願いですよろしくお願いします はいという感じでちょっと長くなりましたが今回はね高校受験対策の関数シリーズ第45弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました